界の鑑定士発掘バトル。さあ、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。今月のカードはマナカードです。今回は結婚運で、対戦は、はい、鬼塚ちゃんと望月ちゃん。いってみよう。ドン、こちら。おー、笑ってます。月子先生大爆笑。鑑定開始。こちらのカードは、絞り出せ、絞り出せ。これ、誰あれ、いや、ちょっと待って。そこまで。戦いの神様なんですよ。戦いの神様で、結婚って言ったらやっぱ調和とかね、共に手を取り合ってっていうものなのに、うん、戦いになっちゃうんです。で、多分望月ちゃん自体が抑えちゃうところがあるのかなっていう感じするんですね。結婚はもうちょっと経ってからかなって感じしますね。はい、誰で終わっちゃったので、ね、2点で2点残念。もうこれしょうがない、はい、結婚ですよ。はい、ドン。あ、これは鑑定開始。多分春頃に海辺でいい人に出会って、うん、なんかハワイらへんで拒否式をあげるのかなみたいな感じですかね。そこまで。これ償いっていうカードなんですね、はい、なんか誰かと結婚して夢を見るとか幸せな生活するというよりもやっぱりお仕事だし、あんま仕事しすぎてもちょっと虚しくなっちゃう時があるので、はい、楽しみながら息抜きしていきましょうねっていうカードになります。私4ヶ月目で4回中3回結婚で全部結婚より仕事って。ほんと諦めな結婚はい、そうですね、仕事これちょっと軽い鑑定士の点数何点でしょう。15点で15点意外とあって。ということで勝者望月ちゃんでした。